2019年7月11日、今度は大丈夫ですかね。なんかいろいろ、なんとなく不具合が起こったりするので、油断がならないのですが、一応今、スクリーン配信をしています。スクリーン配信はスクリーンキャスト、通常のキャストのスクリーン配信があるんですけれども、読書、朗読過程はスクリーン配信、ちゃう、スクキャス配信にはないので、ですので、通常のキャス配信の中のスクリーン配信を使っています。画面配信を使っています。それでは参ります。18思略。牧野語、唐。唐は牧野語、目いっぱい唐みたいですね。それでは、大宗の13年から参ります。13年、夏日出りす、御本以上に、みことのりして、ことを言わしむ、議長、言う、陛下、上巻の始めに比するに、ようやく終わりを要せざる者、十条ありと、小不幸、小短数。はい、横ちゃん、こんばんは、お茶ありがとうございます。貞観13年の夏に日照りが続いた。帝は御意以上の管理にみことのりをして、意見を述べさせた。その意見というのは、結局自分の行為や政治に不行き届きの点があったら、もう遠慮なく申し出よと、そのように、意見を述べさせたということですね。はい、お邪魔されます。その時、議長は、陛下のご政治は、貞観の初めに比較しますと、だんだん気分に緩みが出て、終わりを全うされないと思われる点が、十箇条ございます。と、その上状を率直に奏上した。すると、帝は、深くその直言を励まし、褒められた。できるようでできないことですよね。次行きます。14年。小、国士官に至り、自ら席天す。この時大いに天下の名士を長して学官となし、しばしば国士官に身内し、これをして公論せしむ。学生よう、一計以上に明らかなるものは皆官に干せられるを請う。学者を増築することを1200件、学生を増して3260院に満たしむ。屯営、比企よりしてまた博士を給して敬を授け、要刑に通ずるものあれば、公共を得ることを許す。ここにおいて、司法の学者、刑事に運従す。すなわち、高麗百済、新羅、幸渉、吐蕃の諸州長に至るまで、また、子弟を遣わし、皇帝国学にいらしむ。公営に上る者、8004人に至る。小、施設、多聞にして、諸区煩雑なるをもって空営達に命じて、諸事と五経の相を定めしむ。これを正義という。そういえば、やこちゃんは風とともに去りぬはどうなったんですか？そういえば、最近ちょっと朝聞ける時間があまりないので、もし朝お読みになっているんだったら聞けてないなと思って、なかなか対策ロマンにチャレンジしたな、すごいなと思ってたんですけど、置いといて。14年に帝は国士官に至って、自身で席天の礼を行って、宣誓宣示の真意を祀られた。この時大いに天下の有名な儒者を召して学官とし、その後たびたび国士官に行幸して、それらの学官に書物の講義や論議をさせられた。学生で一つ以上の敬書に明らかなものは、皆管理に部任することが、補任することができるようにした。学者を増築すること1200件、学生を増員して3260名いっぱいにした。左右、近衛の武官である屯営や比企から始めて、他の英書にも、博士を派遣し、敬書を教授させ、よく敬書に通ずるものがあれば、管理として推薦できるようにした。それで、司法の学者が敬視に雲のように集まってきた。そこで、国内はもとより、遠く高麗、百済、新羅、幸渉、吐蕃の州長に、至るまでも、その子弟を遣わして
請願して国学に入学させた。講義の席に出る者が8000人以上の多数に及んだ。帝は経学には先輩師匠の解説に昔からの流派の別が多くて、その尚句の解釈が煩雑なのを憂え、光栄達に命じて顔思考芝最小らの諸々の儒者と五経の書、書っていうのは注釈ですね。注をさらに、ごめんなさい。この場合は注があって、その注をさらに注したものを定めさせて、これを正義といった五経正義ですね。なんとか正義、なんとか正義ってあるんですけど。はい。やこちゃん、最近読めなくて、昨日から再開です。あ、そうなんですね。じゃあ、アーカイブで、聞かせていただきたいと思います。さて、注釈いきます。積天というのは、貞観11年の冒険令の権威により、従来の宗公を改めて公主を先生とし、公主を改めて、元始を先時として祀った。これは先生先時ということで、以前はですね、先生が宗公で、先時が公子をお祭りしてたんですけれども、この時になって、先生を孔子にして、先祖を顔子、顔回ですね、に直してですね、祀ったということで、よりこう孔子をこう頭にですね、儒教という、そういうふうな枠組みが出来上がってきたのかなと思います。はい。それから屯営比企、天子親衛の武官というのは左右に分かれている。そうですね。日本でも左大将、右大将みたいになってますしね。はい。置いといて、皇居の皇を貢ぐという字ですが、今日はあげるですね。皇は皇臣、貢いで進めると書くんですが、特攻、学問の秀逸なものを各地方から政府に進めること。この居というのは推挙、管理に登用するように推挙すること。次に、施設多聞というのは、師匠の学説に流派が多い。例えば、春秋左氏伝に、福建、豊の中があり、諸経には公安国、上元の中があって、その解釈が一定しない。それから、五経というのは、司教、諸教、易教、来期、春秋左氏伝。それから、祖、もしくは諸というのは、刑を解釈したものに中または伝がある。ところが、その中または伝は簡単なので、陸長から隋唐にかけて中をさらに中し、伝をさらに伝する、繁琐な分析的学問が発達した。それを魏とも言い、蜀とも言い、そうした学問を中祖の学または魏蜀の学といった。そういえば、私もまだ読んでなくて、読みたいなと思っているものに、聖徳太子の三教の義書があるんですけど、あれも義書ですよね。それで、その注釈の興味は、刑の訓誡または制度の究明に重点が置かれていた。次に、正義というのは、正しくよるべき義の意味。初めてこの正義っていうね、言い方を知った時はね、なんか熱血少年かなんかが出てきそうな感じがしたんですけど、それとは全然関係がないですね。はい。続きいきます。公称を聞く文体、これより先多く聖域の兆候を圧絶し、および中国の人を交流する、公訓集をもって黄河の大総監となし、兵に将としてこれを慕しむ。ここに至って公称を滅ぼし、その地をもって世襲となす。ちょっと時間が遡ってですね、これより以前に一時起伏していた公称王の菊文体が、西域諸国から中国に貢ぎ物を持ってくる使者を遮りとどめ、また中国人の西域に往来するものを捕らえ、とどめておく事件が多くなった。そこで帝は、公訓集を黄河というのが、その交渉国のですね、都のある地、その黄河
黄河政略の大総督とし、兵を率いてこれを討伐させた。この時になって黄州を滅ぼし、その地を清州として安政吐呉府を置いた。次、15年、吐蕃金を求む、文政交渉をもってこれにかせしむ。15年に吐蕃が婚姻を求めてきたので、皇族の文政交渉を降下させた。こうやって地尊で禅王の時ですかね。ちょっとわかりませんが、はい、17年、帝皇議長出す、将曰く、道をもって鏡となさば、遺憾を正すべし、いにしえをもって鏡となさば、光体を見るべし、人をもって鏡となさば、徳子と知るべし、帳簿して地位一興を失えりと、帳を葬るとき、将自ら火を制して石に処せり。17年に帝皇の議長が死去した。帝は銅を磨いて鏡とすれば、衣服や冠の整わないのを正すことができるし、古代を鏡とすれば国家の交流したり、国家の交流したり衰退したりする原因を知ることができるし、人を鏡とすれば自己の行為の妥当か否かと否かを知ることができる。議長が死んだので私は一つの鏡を失ったと言ってその死を悲しまれた。議長の葬儀の際には帝は自分で碑文を作って石に書きつけられた。このように天子が臣下のために碑文を戦死書かれるということは破格の思し召しであった。なんかやっぱりこの大層っていう人はもちろん自分も優れてるんだけど、部下っていうかですね、この重臣たちも非常にやっぱり有能ですよね。でもやっぱりその有能な部下を集めることができるっていうのはやっぱりこう有能な君主だから、英明な君主だからなんでしょうね。ここの言葉もすごくいい言葉ですね。なんか非常に狙った名言が多いですね。ですね、どう思って、うわ曲がっちゃった、よいしょ、どう思って、まあ曲がったけどいいや、なんで私の心のように曲がっている。はい、なかなかこう泣かせる名言っていうか、ちょっとキュンときちゃいますね。はい、どう思って鏡となせば遺憾を正すべし、いにしえをもって鏡となせば皇帝を知るべし、人をもって鏡となせば徳子と知るべしと。ねえ、私は鏡を失ったなんてかっこいいですね。置いといて、続きいきます。後進町村向き、長軍王、皇居、途上会、議長、王元令、皇子連、宇都知慶徳、李成、聖雨、聖雨、段子元、劉光輝。屈突、殷海山、西省、町村順徳、長領、高君主、長高金、帝知節、愚西南、劉西海、刀剣、李石、新宿法らを両遠隔に都がせしむ。また帝は国家に大功労のあった臣下の町村向き以下24人の肖像を両遠隔に描かせた。いや、ちょっとこの役はちょっとすごいザクッと、まあいいんですけど、はい、ちょっと遡ります。圧絶する、圧絶はとどめり立つ、遮りとどめる。それから黄河というところは軍の名前で、今の新疆省、新疆ウイグルの方ですか、新疆省の吐蕃、吐露番県の地。それから皇帝を見るべしの皇帝、起こる、交流することと衰退する、廃れること。それから両遠隔、今の両遠隔ですね。宮城
盛大の三聖殿の傍らにあった高戸の閣ですね、の名前。なんか、虞世南なんてね、やっぱり、書道やってる人はお習字の方で知ってると思うんですけどね。はい、先に行きます。太子、昭憲、夫妻なり、義を対、他能にして長あり、密かに嫡を奪うの志あり。功勲衆、功を頼んで遠謀す、昭憲の安烈なるをもって、金に上前と欲し、よって、これに範を進むこと現る、廃して、諸人となす、君主座して中世らる、大もまた権威をもって立たず、神王地を立てて太子となす、議長を勝って君主を進む、将始めて長が後を接しかと疑おう、また言うものあり、長自ら前後の漢字を録して、貴郷楼貯水量に示すと、将いよいよ喜ばず、長終わりに臨むとき、将公私を免死して、その子宿玉に目合わさんと発せしがここに立って、その婚をとどめ、立つるところの日を通せり。太子の昭憲は働きがなく、第三子の義王体は働きがあって帝に寵愛されており、内々太子の地位を奪おうとする志を持っていた。ほい、広川さん、こんばんは。一方、功勲衆は、功章を破った功を鼻にかけて、先ほどの功章を菊文体という人ですね。そこの功章国なんかはシルクロードってね、出てくると思うんですけど、確か玄奘もね、立ち寄ってると思います。はい。お上の処置を恨んでいたが、昭憲の心が暗く、才の劣っているのを良いことに、義王との仲違いにつけ込んで、鬱憤を晴らそうと思い、そこで昭憲に謀反を勧めた。しかしことが発覚し、昭憲は廃嫡されて平民となり、なるほどね。君主は、巻き添えを送って誅された。義王の体も陰険で人を騙す企みが多いというので太子に立てられず、帝は第九子の新王地を立てて太子とした。ところがこの返事に関連して意外なことが起こった。議長は生前、かつてこの君主を宰相の適任者として推薦したことがあった。ここに至って帝は初めて議長が君主におもねって、これとグルになっていたのではないかと疑った。折も折、また長は自分で、議長ですね、自分で長い年月の間、帝の過失をいさめ奉った言葉を書き記していたが、それを貴郷楼の貯水楼に内々に見せたと、そうするものがあったので、この貯水量もね、貯水量も書道をやってる人は非常によく知ってると思いますが、帝はますます不愉快になった。そうですよね。やはり、これはあれにも書いてあった、確かね、小説18子訳のここは書いてあったと思います。まあ嫌ですよね。最初、議長の臨終の際、帝はその面前で公女の功山公章を指さして、議長のこの宿玉に目合わそうとまで言われたが、この度のことでにわかにその婚姻を取りやめ、数ヶ月前立てたばかりの御船の火を倒させてしまった。漁船の方がいいですかね。自分で碑文をね、記したわけですけども、碑文を作ってですね、もう格別の計らいだったんですけれども、それをですね、まあ、壊しちゃったというわけですね。なんだかな、だんだんこの辺りからちょっとおかしくなってきますね。やっぱ議長が亡くなってからなんですかね。でも怒るべくして、怒るんでしょうかね、こういうことはね。それでは、功勲衆、功を頼んで、遠謀する。この遠謀という言葉がいつも思うんですけどね、恨むという言葉
はまあ恨むですよね。じゃこの望って望むなんですけど、希望の望なんですけど、恨むんですね、これもね。望むなんですけどね。だから遠望というのは、君主が交渉征伐に赴いた時、その国の珍宝を分取って帰り、これを我が物にしたことが発覚して獄に下されたが、中書次郎の新聞本の上書でやっと免れたことを言う。ああ、そんなことがあったんですね。それからですね、これですね、剣祖を持って、剣祖というのは陰剣で、詐術の多いこと、剣詐ですね、ごめんなさい、剣詐。それから、おもねり通す、後というのは、おもねり組して仲間を作ること、それから、桔梗漏、桔梗漏貯水量、桔梗漏は文科省に桔梗漏任意を置く、天子の動作、報道を記録することを司る、年末にその記録を士官に送る。まあでもね、大層の記録なんか読んでみたいなと思っているんですよね。続ききます。18年、将自ら高麗を制す。これより先、高麗の仙外、祖分、その君を祀す。新羅、また使いを使わして言う。百済と高麗と兵を連ねて新羅入港の道を断たんことを図ると、兵の救援を請う。将、ついにこれを討たんとし、まず洛陽に行く。18年に帝は親しく高麗を征伐した。これより以前に高麗の仙外祖分という謙信がその君の永留王を祀した。また新羅が唐に使者を使わして、百済と高麗とが兵を合わせて新羅から唐へ貢ぎ物を奉る道を遮断しようとしております。と言って遠兵の派遣を請うてきた。帝はとうとう高麗征伐を決意し、まず洛陽に行って出征の手はずを整えた。19年、将、洛陽を発して鄭州に至り諸君を進む。将、涼水を渡り、遼都城を抜き、白岩城を下し、安子城を攻め、大いにその宮兵を城下に破る。安子城を堅にして兵区は集。加藤を守ってくだらず、義する者、右骨城を抜き、王緑水を渡って直ちに平城を取らんと押す。その本言を覆せば、すなわち世は戦わずして下すべしと、あるいはまた言う、新政は諸将に異なり。危うきに上すべからずと、将、良さは、灰を治む。草枯れ水凍って、死は、久しゅうはとどめがと。かつ良、まさに、つきんとするをもって、みことのりして、死を返す。この功、十条を抜き、ここ七万の移し、みたび大いに戦い、首を切ること、四万余求なり、しかれども戦士の死する者、ほとんど3000人。千羽の死する、十二、七八にして、功をなすことあたわず、不幸これを悔い、嘆じて曰く、議長もしあらば、我をしてこの功あらじと、命じて息を馳せ、朝を祭りに鐘楼をもってせしめ、また制するところの日を立てしむ。19年に帝は洛陽を出発し、鄭州、今の河北省に到着し、ここから諸軍を進発させた。帝は遼河を渡り、遼都城、今の遼陽ですね、を陥れ、その付近の白岩城を下し、遼都城の南の安子城を攻め、高麗からの援兵を大いにその城下で破った。ところが安子城は城が要害で兵が強く、固く守って容易に下らなかった。そこでいろいろ軍議を凝らすと、ある者は右骨城、今の鳳凰城付近を陥れ、黄緑江を渡り、直ちに高麗の首都平壌を取ろうと主張し、その根拠地の平壌さえ倒せば、他は戦わずして下すことができようと言い、またある者は、天子の新政は諸将の出陣と異なるから、慎重に慎重を加えて危険につけ入ってはならぬと言った。帝は両者、
すなわち両島の地は寒さが早く、草は枯れ、水は凍って、卒も軍馬も久しくとどめ置くことは固く、難しく、かつ兵糧も尽きようとしているので、ついに御事の利を下して軍を引き返すことにした。今度の大征では10個の城を陥れ、両外岩の3州の国を、7万を中国に移し、三度大合戦をして首を切ること4万級以上に及んだ。けれども味方の兵士の死する者は3,000人に近く、兵馬は10頭に、7、8頭は死ぬというありさまで、凱旋の目的を遂げることはできなかった。帝は深くこれを後悔し、議長がもし生きていたならば、わしにこのような凱旋をさせなかったであろうに、と嘆かれた。なんかこの辺は曹操と似てますね。人に命じて早馬を都に馳せさせて、議長の冷前に小牢、すなわち、羊と豚、牛はないんですね、の生贄を、備えて祀らせ、先に倒した御姓の碑を再び立てさせた。これ黄緑水じゃなくて黄緑水って読むんですかね。かもっていう字ですけどね、王なのかな。それから死を返す、これ、反、一般二般の反ですね。引き返す。それから国を、7万を移す、国をという、ここでは人口という意味で使っているようでございます。それから次に、ここですね。木を馳せ。私のテキストの方は、駅を馳せになっておりますね。駅の君は早馬なので、宿場で乗り継ぐ早馬。まあ、駅伝で、だーっとね、都に伝えて行ったんでしょう。続き、20年、小霊州に行き、李成績をして、雪縁打を疎しむ。破ってこれを下し、勅禄の処分を章ゆする。骸骨ら11世、各使いを遣わして命に帰し、感謝を置かんことを請う。御事乗りして曰く、陳いささか兵士に命じて、血流を蟄金せしめ、初めて病略を広めたり、すでに縁談を滅ぼし、鉄録104万個、高手終分となる。今元以降、こといまだ全文せず、よろしゅう礼を備えて病に継ぐべしと、よって天下に反しす。少子を作って曰く、恥をすすいで百を報い、行を除いて千古に報ずと、石に霊衆に国せしむ。20年に帝は霊衆、今の甘粛省内に行き、李成績に命じて雪縁打を打たせたが、李成績はこれを打って下し、勅禄の処分を招いて服従するよう諭した。すると骸骨ら11の部族がそれぞれ使者を派遣して帝の仰せをかしこみ、その地に唐の役所を設けられたいと願い出た。帝は尊の利を下して、陳は先にいささか一部の軍勢に命じ、突厥の吉利可汗を追うてこれを生け捕らせ、ここに初めて我が平等の謀を推し広めることができた。すでに縁談を滅ぼし、鉄録100万個以上が願い出て我が大唐の州軍となった。このような政治は天地開闢以来、とりわけまだ前に聞かないことである。よろしく礼式を整えて祖先の宗廟に、報告すべきであると言い、天下に漏れなく分かち示した。帝は喜びのあまり詩を作って、我は古来異敵から被った中国民族の恥辱を注いで、百代の帝王の恨みに報い、我が中国に災いをなした凶悪な異敵を除いて、この良き知らせを遠い昔の人々に知らせることができたと初回を述べ、その詩を石に刻んで霊州に立てさせた。はい、それでは注釈。11世というのは何だろう、これちょっと読めないんですね。まあ、無理やり読むとですね、骸骨、
バツノコ、ドーラ、ボッコツ、タランカツ、シケツ、アフ、ケイヒツ、フヒツ、コン、コクセツの11の性。それから、命に帰する奇名、奇妙と日本、仏法だったら読みますけど、奇名で、醤油、みことのりの命の通りになること。次に、兵士に命じて、兵士で一部分の軍隊、少しの軍隊。次、謀略を広める、謀略。古は軍国の大事はまず装兵でその策略を定めた。故に朝廷で定める征伐の大方針を謀略という。次、鉄録は直録の音化、まあ、なまった形ですね。それから根源というのは根源一点とか、なんだっけ、根源一体ですかね。天地の始め、元気の混沌としていまだ定まらないので根源という。天地開闢の始め、それから恥を注ぎて、周の太陽が稀山のもとで君育に責められ、静観の酵素が平常で郷土に囲まれた恥辱などを言う。22年、四空良好暴言令出す。将悲しんで自ら絶えず、言令将を助けて天下を定む。将の位に、おうるに及ぶまで32年、号して検証となす。しかれども、後の尋ぬべきものなし、将、家覧を定む。しかして、某とこを言わず、王義、要を完走す。しかして某と、その権に譲る。ええ、要、兵に将たり、しかして暴とその道を行う。利太平をいたし、よく人種に帰す、党の昇進たり。22年に、党の元勲である四空良国公の暴言令が死去した。帝はその死を悲しんで、自分でそれを抑えることができなかった。暴言令は、隋末に、党の挙兵以来、帝を助けて天下を平定し、宰相の位で世を終わるに至るまで32年間勤続した。世間では兼宰相と呼んだけれども、尋ぬべきほどの華々しい実績もない。そのわけは、帝が伽藍を平定したについては、暴言令兎女会の功績によること大であるが、暴言令兎女会は少しも自分の功名を口にしなかった。王慶議長は、帝の過ちをよくいさめ争ったので、暴言令兎女会の2人は、王慶議長の見解に譲って、自分らは口出ししなかった。また、栄光の理性は、よく兵を用いる名称であったので、暴言令兎女会の2人は、栄光理性の方針をそのまま実行して、自分らは後からついていった。かくして国家の政治はよく太平をもたらしたが、これを自分の功とせず、帝の、功徳に帰着させた。このように何事も他人に譲ったので、世間的にはその実績が知られていないが、党の軍心中模範とすべき重臣であった。まあ、人に任せることができるっていうのはやっぱ大事ですよね。でしゃばらなくて、こうね、何でも反対する人も いたりとかしますけど、置いといて、2時、ここまでですかね。それから、四空良好。四空というのは三公の一。良好は、良の国の公爵。それから、後の尋ぬべきなし、無責というのは、人に知られるほどの功労の跡がない。
それでは、それかもう一つですね。利、太平をいたし、利というのは、治、治めるという字に同じ。唐では三代の高宗の意味な字。字っていうのが、利治っていうのが名前ですね。治める、三髄、政治の治という字ですが、それを避けて、利、理科の理の字を用いた。だからここでは政治の意味となる。ああ、そうなんですね。はい、それでは続きいきます。23年、生病あり、太子に医て曰く、理成績は最地あまりあり、しかれども汝、これと同じ。我今これを退けん。我死なば、用いて牧野となしてこれを信任せよ。もし徘徊、こぼうせば、すなわちまさに、これを殺すべきのみと。すなわち、上州の都督に左遷す。尊の令を受けて、家に至らずして去る。この辺が、面白いですね、やっぱね。23年に帝が病気になられた。その死を覚悟され、太子を枕辺に呼んで言われるには、李成績はその才智が有り余る男であるけれども、お前は彼に対し、何の恩義も施したことがない。だからお前のために忠誠を尽くすとは限らない。わしは今、ことさら彼を退けて、遠方へやることにしよう。わしが死んだら彼を用いて牧野とし、彼を信任して一切の政治を任せよう。もし我が命を不満に思ってあちこちへうろつきためらうようなことがあったら、お前のために彼、キャツを殺してしまうばかりだと。そこで彼を上州、今の、甘粛省内の都督に左遷したが、李成績は尊の令を受けると自分の家にも立ち寄らず、直ちに任地に立ち去った。はい、注釈です。送信。ごめんなさい、ここじゃないですね。送信、こちらですね、先ほどの読み残し。唐の送信たり、ここですね。子相とすべき臣下の意味、重臣ですね。それからこちらですね、先ほどのところ。徘徊して、ここじゃない、ここか。徘徊して、徘徊こぼうせばですね。徘徊、こぼう。徘徊は方向して進まないこと。こぼうはあちこち振り返ること。ぐずぐずして直ちに任所に赴かないこと。この自分の家にも立ち寄らず、直ちに任地に立ち去った。たまにこういう表現見ますね。さて、いよいよ最後ですね。正法図、在位24年、改元すること1、貞観という、正武功をもって伽藍を定むといえども、ついに文徳をもって傀儡を休んず、常に自ら教師をもって恐れとなす。かって曰く、人種はただ一心にしてこれを責める者は多し、あるいは有力をもってし、あるいは弁護をもってし、あるいは天庸をもってし、あるいは官差をもってし、あるいは私欲をもってし、服装しておのおの自ら恨んことを求む。人種少し怠ってその位置を送れば、すなわち規模をこれに従わん。これその敵ゆえんなりと、かって自身に問う創業と修正といずれか敵と、元令曰く、宋米の始め、群雄並び起こり力を隠して、後これを信とす創業かたしと。これも非常に有名な部分でしょうかね。その年の5月に帝が報じた、位にあること24年、年号を改めること1回で貞観といった。帝は戦の手柄で、伽藍を平定したが、結局は文教の力で天下を休んで治めた。いつも自ら慢心の生ずることと、教師と恐れていた。ある時、仁君はただ一つの心であるのに、これを責め苦しめるものはたくさんある。ある者は有力で脅かそうとし、ある者は弁舌で巧みに言い寄ろうとし、ある者は媚びへつらいで機嫌を取ろうとし、
あるものは横島な偽りで欺こうとし、あるものはたしなみ好む心につけ込んで誘惑しようとする。それらのものが四方八方から集まってきて、それぞれ自分を売りつけようと求めるのである。人君たるものが少しでも怠り怠けて、それらの中の一つでも受け入れたら、すぐその後から危険や滅亡が伴ってくる。これが人君たるものの困難とするところである、と話された。帝があるとき自身に向こうて、国家経営の大業を始めるのと、すでに出来上がった定業を守って失わぬようにするのとでは、どちらが難しいと思うか、と尋ねた。すると冒険令は、天下が乱れ、まだ統一しないときには、多くの英雄どもが各地に並び起こり、互いに力を比べ合って勝った方が負けた方を臣下といたします。だから創業の方が難しいと存じます、と答えた。この話はまだもうちょっと続きますが、とりあえず一旦ここで、切っておりますが、文徳というのは、文教の力、学問の徳、それから天祐は媚びへつらう、追従、それから服装という服、車の服ですね、車編の、スポークの部分ですね、車のスポーク。僧っていうのは集まるという、港というふうに、ね、地名とかで使いますけど、これは集まるですね、車の矢が古式、つまり車輪の中央の部分に集まるように、四方八方から一箇所に寄り集まってくること。それから次に、自ら恨んことを、ちょっとこの字難しいね。我が身を売りつけて用いられるよう求めること。それから創業と出世といずれか敵という話ですね。創は始め、国家経営の大業を始めること。から出世というのはすでに、成就した、成就した事業を守って失わぬようにする。それから、次に相米の始め、相米、世の明け始め、この相草というのは事の手始め、米というのは、世のまだ明け離れぬ時、これだけだったら暗いというふうに読むんじゃなかったかなと思います。創業と出世といずれか敵、これが非常に有名な言葉かなと思いますので、ちょっとチェック。それでは続きいきます。議長曰く、いにしえより帝王、これを観難に得て、これを安逸に失わざるはなし、出世かたしと。将曰く、元令は我と共に天下を取り、百姓を入れて一世を得たり、故に創業の敵を知れり、長は我と共に天下を休んじ、常に強者は風紀に生じ、家老は揺るがせにするところに長ずるを恐る。故に出世の敵を知れり、しかれども創業の敵は行きぬ。出世の敵はまさに諸侯とこれを慎まんと、自ら心斎の神我の恐るるところとなるを知り、常に恩願をもて軍心に接し、人を導いていさめしめ、いさむる者を称してこれをきたしたり、ただ末年統制の益、貯水量買っていさめしかどき飾りき、大使立つ、これを高宗皇帝となす。すると議長は、昔からどの帝王でも天下を観覧神区の中から得て、これを安楽無事の時に失わないものはありません。だから出世の方が難しいと思います、と答えた。そこで帝は、元令は自分と一緒に天下を取り、幾度か死ぬような危険な目に出会って、やっと一生を得たものであるから、創業の難しいことを知っている。また議長は、自分と一緒に天下を治め、常におごりは風紀から生じ、
カランは物事をなおざりにするところから起こることを恐れている。だから守正の難しいことを知っている。いずれの言うところにも理があるが、しかし創業の困難はもうとっくに過ぎ去った。守正の難しさは当面の重大問題であるから、今から諸侯と共に改心していこうと言われた。帝は自分の威厳のある風采が臣下から恐れられていることを知り、いつも顔色を和らげて軍臣に接するようにし、自分の過ちをいさめるように人をいざない導き、いさめる者を厚く称して、そういう者が自分のもとに寄ってくるように仕向けた。なるほどね。なかなかこう、やっぱりこの大層っていう人は優れた人ですね。ただ、いさめを用いなかったのは晩年、高麗征伐の時に、貯水量がかつていさめたけれども聞き入れなかったことがあるだけだ。太子が立った。これを高宗皇帝という。ということで、注釈を一個読みますか。百死というのが生命の極めて危ういこと。次。神祭の、神化のために恐れられるを知り、神祭。神という字が使って、神々しい風采、気高い顔形。以上で大層の部分は終わります。次は高層となるので、また下以降読んでいければなと思います。高層のところは、側転部項、部側転、いろいろな呼び方がありますけれども、出てきますので、ちょっと楽しみですね。というわけで本日この辺までにしたいと思います。おやすみなさい、良い夢を。オンバザラシャンティーン。また明日。ありがとうございます。ごきげんよう。